はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちらっと見えちゃってると思うんですけれども、今日は何気に初めての Amazon の購入品を紹介したいと思います。 Amazon といえばもう世界最大の多分通販だと思うんですけれども、私も日頃からお世話になっております。本当にすぐ届くじゃないですか、あれ。使ってるんですけど、今日はですね、そんな Amazon で1万5000円分のお買い物をしました。いつも結構こう好きなものを頼むっていう感じで購入品を紹介していたので、今日はちょっと金額に上限をつけて、この予算で私が買うならこのお買い物みたいな感じで紹介していけたらなと思っておりますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃん、誰しもが馴染みのあるこのマーク、 Amazon です。はい、ということで早速紹介していきましょう。結構今回はまあ Amazon ということで、本当にジャンルはバラバラです。本気のお買い物をしました。私が今欲しいものをとりあえず1万5000円分ぐらい購入しました。じゃあまず一つ目がですね、でーん、こちらこちらがホイダイエットプロテインプレミアムチョコレート風味というウルトラっていうブランドのやつかな。まあプロテインですね。ちょっとなんか意識高い系なのかなみたいな、プロテインなんか買っちゃってって感じだと思うんですけど、ジムに通い始めてからプロテインというものを飲むようになりまして、結構プロテインってまずいイメージを持ってる方多いと思うんですけど、このウルトラっていうブランドのプロテイン結構レビューが高くって、今回このチョコレート風味なんですけど、もうすでに抹茶ラテ、抹茶味のものをもう日頃から飲んでるんですよ。でそれは前楽天で買ったんですけど、 Amazon でこのチョコレート風味がちょっとお安くなってたんですね。100円お安くなってて、これ Amazon で買うしかないっしょと思って、その抹茶のやつがすごい美味しかったから、ちょっと他の味も試してみたいなと思って、今回このチョコレート風味を購入しました。お分かりいただけますか？すでにですね、こちら開封済みでございます。そう、さっきちょうどお昼ご飯の代わりにプロテインを飲もうと思って、ちょうど作ったんですよ。あ、そういえばと思って、 Amazon で頼んだやつがあると思ってフライングで飲んでしまいました。作り方的には、水を 150ml から 200ml に対して、この付属のスプーン水球2杯っていう感じなんですけど、私は結構抹茶のやつはアーモンドミルクとかで割ったりします。水でもいいんですけど、水だとやっぱちょっとなんかね、味に深みが出ないっていうか、アーモンドミルクとかに変えるだけで一気にコクが出るんですよね。さっきこれは水で作ってみたんですけど、美味しいんですけど、やっぱり水だとなんか物足りない感が強かったので、次飲む時はアーモンドミルクで割ってみようと思ってます。これ1キロ入ってるんですよね。めっちゃ大容量のプロテイン。では続きまして、2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。さっきのプロテインつながりで、これがシェーカーです。あのプロテインを作る時にガーって振るやつ振るやつです。もうすでにシェーカーっていうか、スムージーとか作るようなやつあるじゃないですか、ミキサーみたいな、あれで私やってたんですけど、今回買ったこれね、メモリがついてるので、それがすごいいいなと思ってこれを頼みました。結構シェーカーって大きいね、 500ml 用とかのやつが多いんですけど、これ 200ml でサイズ感もいいなと思ったので、こちらを買ってみました。開かないんだが一向に開かないんだが、これどうやって開けるんだろう。私は大型なんでね、ハサミを取りに行くのすらめんどくさいという。パッてもう4本ぐらい入れたらハサミあるのに取りに行かないんですよね。何なんですかね、この頑張ってる時間よりもハサミ取りに行った方が絶対楽だし早いのに取りに行かないんですよね。もう取りに行ってきます、開かないから、しょうがなく同じ方いないですか？なんか段ボールとかもハサミで開ければいいのに、頑張って手でもう無理やり開けようとするっていう、そういうタイプの人間です。取りに行ったらもう一瞬なのに、行こうって思うのがめんどくさくてなかなかできないんですよね。開きました、こんな感じです。普通のシェーカーですでもこのメモリがやっぱついてるのがいいなと思って、これにしました。続いて3つ目、じゃん、こちらでございます。これがですね、じゃーん、急にね、急にカトラリーっていうこちらのスプーンとフォークのセットを購入しました。今更って感じですよね。そう、私まあスプーンもフォークももちろんあるんですけど、一人暮らし始めてこう一式揃えるじゃないですか。まあその時にやっぱりちょっとこうおしゃれなものがいいなみたいな感じで、シルバーのちょっとこう金属っぽいっていうかのフォークとスプーンにしちゃったんですよ、私。でもよくよく考えたら、あ、そういえば私食器とその金属のこう、もう考えた
けで鳥肌めっちゃ立つんですけど、このキーって音、はあ、もうあれが本当に苦手なんですよ。わかりますか、あの音。結構嫌いな音ランキング第1位ぐらいがそれなんですね。なんかいろいろあるじゃないですか、黒板をキーってやるやつとか。私のお母さん発泡スチロールの音苦手なんですけど、私あの食器とこうなんかなんていうんですか、陶器みたいなガラスの食器っていうんですか、とその金属の食器のキッてなるやつが本当に無理で、結構実家でも私はそれが嫌いだったので、プラスチック製のフォークとか使ってたんですけど、まあでもやっぱ一人暮らし始めたての頃はそのね、おしゃれで揃えたいっていうので無理やりそれを買っちゃいましたが、やっぱりちょっと無理だということで、今更ながらちょっとプラスチックよりもレベルアップした木製のスプーンとフォークを購入してみました。これすごい良さそう。なんか結構持ち手も長いんですよね。食べやすそうっていうか、サイズもちょうどいいし、スプーンはね、木製のスプーンも持ってるんですよ。フォークだけが持ってなかったんですけど、木製のフォークってちゃんと使えるのかなっていう疑問が勝手にあって、金属の方が鋭そうじゃないですか、だからこうガッて刺せる気がしてたので、木製ってどうなんだろうって思ってたんですけど、まだ使ってないとねあれなんですけど、まあ、でも結構見た感じは鋭そうっていうか、意外と使えそうだなって感じです。色合いもめっちゃいいですね。安っぽく見えないっていうか、これはこれでおしゃれですね、木製のスプーンとフォーク。いやーちょっと嬉しいな、これで私はあの嫌な音から解放されると思うと嬉しいです。早く買おうって感じですよね。一人暮らし始めて約2年、ついに買いましたっていうじゃあ続きまして、4つ目、じゃん、こちらでございます。これがアールオムの粒ウォッシュっていうやつですね。こちらを買いました。ちょっと美容系っぽいですよね。なんかすごいネイルとめっちゃいい感じ、かわいい便座用の洗顔料なんですけど、メイクアップアーティストの小田切ヒロさんいう方 YouTube をやられていて、でパーってなんか流れてきたんですよ、動画が。で私が見たのが鼻の黒ずみとか毛穴の悩み。最近ね、本当に昔は全然気にならなかった鼻のあたりの黒ずみ、毛穴にめちゃめちゃ悩まされていて、カメラとかで見たら別にそんなに気にならないかもしれないんですけど、本当に間近で見ると結構黒ずみが目立ってきちゃってるんですね。でその流れてきた動画で毛穴ケアみたいな感じで紹介していて、すごい細かく紹介をしてくださってて、その小田切ヒロさんがおすすめをしてたんです、これを。でそれですごい私も気になってちょっと買ってみました。 Amazon であったので、これが粒ウォッシュっていうやつで、酵素の粒みたいなのでザラザラになっちゃった肌をスベスベにしてくれるみたいな感じのやつなんですけど、ベタつき、テカリ、毛穴、ザラつき、乾燥とかにもすごいいいらしくて、メンズ用なので結構効果が高いっていうか、女性用のやつよりかはしっかりとやれる感じだと思うので、様子を見ながらやっていこうかなっていう風にも思ってるんですけど、鼻の黒ずみがちょっとでも良くなればいいなと思って買ってみました。その小田切ヒロさんの動画でこれを使ってたんですけど、これを使う時も手とかでやるんじゃなくて、ちっちゃいブラシですごい細かくやってあげた方が毛穴まで届くっていうので、本当にそういうのもすごい細かく説明してくださってたので、ぜひ皆さんも見てみてください。私もまだやったことないので、こういう効果があったよみたいな感じで話せないんですけど、めちゃくちゃ参考になったので、私も実際これ買っちゃってますしだから使うのめっちゃ楽しみですね。今日の夜早速使ってみようかな。本当にも結構大きめで、中身は見えないですよね、こんなんじゃ本当に粒です、炭みたいな黒い粒々がこんな感じで細かくあって、濡らした肌だったりとか、ちょっと水加えながら鼻周り気になるところを洗っていく感じなんですけど、すごい使うの楽しみ。酵素洗顔っていうのもすごい注目されてますよね、いいっていうので、これを使ってちょっと毛穴ケアもしていこうかなって思っております。Amazonってすごいな、何でもあるもんな。はい、じゃあ続いてでもういよいよラストになります。ラストがじゃじゃん、こちら。これ私一番ちょっと楽しみにしてたかも。なんてやつだ、ボヤータって読むんかな、パソコンのスタンドですね。まあ私 YouTube の編集自分でやっていて、パソコン作業がすごく多いんですよ。1本作るのに、まあ、平均多分6、7時間ぐらいはかかるんじゃないでしょうかね。結構時間がやっぱかかるんですね。で、あ、そう、ついこの間ストーリーズにもあげたんですけど、今までずーっと地べたに座って机にパソコン置いてずっと作業してたんですよ。でも本当に最近そろそろ腰とか肩がもう限界と思って、で一応整体とかにも通ったりしてるんですけど、まあ、そこでもいや、なるべくパソコンは地べたに座ってやらないでほしいなみたいな、できれば椅子に座ってやってほしいって
っていうのをすごい言われてて、ずーっと私その地べたに座りながらやってたので合うか分かんないんですけど、思い切ってデスクを購入しまして、まだちょっと届いてないんですけど、後々届くと思うので、それもなんか YouTube とかで紹介できたらいいかなっていうふうにも思ってるんです。でもとりあえずパソコンの位置だけでも上に目線となるべく合うぐらいで、前かがみになる姿勢じゃなくて、ちゃんと背筋を伸ばしてできる姿勢でやろうと思って、とりあえずそうなのでこのスタンドを購入してみました。結構レビューとか見てると使いやすいですとかっていうのがあったので、ちょっと試してみようかなと思って、デデン、結構なんかしっかりした金属、なんて言うんだろう、これスチール、まあこんな感じのやつです。結構カラバリもたくさんあったんですけど、私はねシルバーにしました。どうやって使うんだろう、説明書見ろって感じだよね。説明書入ってない、え、あ、ここか、書いてありました、箱の側面に書いてあった。まずこの状態にしてこっちを上げる。え、もうグッてやっていいのかな、これ怖い、壊したくない、なるほどね。でここに机に置いてこういうことか、へえー、すごい。まあ、でも確かにこう普段だったら私パソコンこう平らなとこに置いてるのでこうするしかないじゃないですか。でもちょっと斜めになるからこうできるから確かになんか楽かも、肩も上がりづらい気がする。え、どうなんだろう、分かんないけど。でもなんかパソコンってすごい長時間使ったりとかするとめっちゃ熱持つじゃないですか。なんかそれがこの真ん中が空いてることで通気性というかが良くなるので、熱とかも冷めやすいっていうかっていうのとかも書いてあったので、確かにと思って、いやでもなんか本当にしっかりしてる、結構硬くてしっかりしてるから、ちょっとやそっとのタイピングじゃ多分ビクともしないかも。あ、すごい、あ、なんかすごい楽になりそうな予感がする。すごいいいかも。まあデスク来てもデスクの上にこう置いてやったりとかもできると思うので、あ、いいかもこれ。もっと早くかよって感じですよね。 YouTube やって何年だ、私もう4年ぐらいですか YouTube やって、4年目にしてやっと便利グッズを買ってみました。これで少しでもね体をいたわろうと思って、はい、ということでラストこちらでした。というわけで以上が私が今回 Amazon で購入したものになります。これで合計金額が 15,417 円ですね。はい、ということで 15,000 円分 Amazon で購入してみました。なんかもう本当にリアルすぎて面白かったかな、大丈夫かな。でも Amazon の購入品やったことなかったので、ちょっと今回やってみようと思って、はい、紹介しました。たまにはこういうのもいいんじゃないでしょうか、生活感溢れる感じで。はい、ということでこんな感じで、まあ、今購入したものを使ってより楽しい生活を送りたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。